波下山合戦は、自称、呪衛の乱の中の戦いの一つ。波下山の位置は、富士北麓に想定されているが、正確な場所の否定は、諸説あり不明である。安妻鏡によれば、自称4年4月9日、後白河法王の子持人王は、東国の源氏諸子に対して、平家討伐の領事を下し、領事は、伊豆の源の頼朝をはじめ会の国。 信濃国へも伝達される。伊豆の頼朝は、同年8月に拒兵し、伊豆、相模国の武士を率いて拒兵し、8月24日の相模石橋山において、平家法の大馬鹿げ地下率いる軍勢に敗れて、敗退する。12世紀初頭に海へ土着した海源寺は、甲府盆地一帯に勢力を及ぼしており、工藤氏など頼朝に近い伊豆の武士と、隕石関係を持つ氏族もいれば、 鏡炎光の一族である秋山氏や小笠原氏、武田遊儀など在京して、平家法に仕えている氏族も存在していた。海に、ゆかりのある氏族のうち、工藤影光は、頼朝の挙兵に賛同し、一族の重光、近光子が頼朝のもとへ派生参じており、富士北陸の海王原総を領する、加藤光院、景和兄弟は、石橋山合戦の後に、富士山六に潜伏している。 頼朝は、石橋山での敗退後に、箱根山中に潜伏し、衆都に当たる北条時政、義時府市を会へ派遣することを起としており、頼朝は、伊豆の武士と隕石関係にある会、源氏の存在を意識していたと考えられている。会、源氏の挙兵時期は不明だが、藤原忠隈、山縁樹によれば、石橋山合戦においては、大場影地かき下に、会、 源氏の一族である平井義直が含まれており、頼朝の挙兵当初の海源寺は騎士を鮮明にしておらず、あずま鏡によれば、平家法は8月24日に海英の軍勢派遣、26日には三浦市討伐を行っていることから、石橋山合戦直後の8月12日22日段階で挙兵していたと考えられている。あずま鏡によれば、 石橋山合戦の敗退が海へ伝えられると、海、源氏の一族の内安田義邸を筆頭とする、工藤影光、雪光、市川幸さら伊豆の頼朝と近い氏族が、頼朝救援に向かっている。また、平家方では、大場影一家の弟である、又の影久が、駿河国木代の立花園茂と共に会へ、軍勢を派遣しており、両生は8月25日に、 波下山において衝突したという。又の勢は、富士北緑における、宿泊中に襲撃を受けており、波下山の位置は、富士北緑の西湖と川口湖の間に位置する足、和田山などが考えられている。東鏡では合戦は、安田勢の強襲から、又の軍の弓の弦が宿泊中にネズミによって、食い破られ、応戦するものの蓄点したという。 海源寺は、石橋山での頼朝敗退を知り会へ退去したと考えられているが、山園樹期では、上野国新伝荘のゲスである、新田義主が、平家法に近い両家藤原忠政に対し書状を送り、海、源寺の東領、武田信義を、伊豆の頼朝に並ぶ藩平家勢の存在として、報じている。以降は、新田義主も東国において、独自の動きを見せており、 波下山における勝利が、海、源氏の存在が東国をはじめとする諸国において、意識される契機になったと考えられている。頼朝は8月28日に、相模真鶴から安保王国へ出して、再起を図り多くの東国武士を結集させていたが、海、源氏の武田信義、一条忠頼らは9月に入ると、品濃国稲組へ出兵し、9月10日に、 大リザ里,里の勘下者、平智則を打つと、海駅勘仕、9月14日には、海の北西部に想定される、泉山において、頼朝の死者北条時世を迎える。さらに9月24日には伊沢送屋において、頼朝の死者、土屋隆縁を迎え出陣を要請され、10月13日に、武田信義を当領とする会、源氏の一族は、駿河へ出陣し、 八田合戦や藤川合戦において、平家法と戦う。以下、波下山合戦や、甲斐、源氏の動向に関する部分は、山梨県史資料編参加に書斎。なお、遠京本、平家物語によると、北条府市は、頼朝の意思とは関係なく、独自の判断で、開国に逃げ込んだとある。ABCD 秋山隆史、源頼朝の挙兵と、甲斐、源氏。 山梨県市通信編二中世、平成十九年。関係部分は、山市四下書斎杉橋隆を、藤川合戦の前提、立命館文学五百九あずま鏡では、時世は九月八日に出立し、頼朝による信濃の平家法討伐を命じるために、来校したという。会元辞は、頼朝の命令伝達以前に、信濃信仰を行っており、会、 源氏や品の国府を抑え中心、北進地域で反平家活動を行っている木曽吉仲からは当初、頼朝の命令下ではなく独自の行動を行っていたと考えられている。ありがとうございます。